CCCC は、ハノイに本社を置く、ベトナム企業 CCC CC によって開発された、ウェブブラウザである。補助記号を省略し、コックコックやケッヘックと表記されることもある。Google Chrome や Opera、コモドドラゴンと同様に、Chromium と呼ばれる、オープンソースプロジェクトを元に設計されている。2013年5月にリリースされて以来、 ベトナム国内のブラウザ市場に焦点を当てて展開。デジタル分析のコムスコア社によって発表されたデータによると、ベトナム国内のユーザー数で2014年2月にインターネットエクスプローラーを、同年9月にはモジラファイアーフォックスを追い抜き、Google Chrome に次ぐ2番目のシェアを獲得している。CCCC の検索ボックス CCCC は、 英語などの多言語圏で開発されたブラウザと違い、ベトナム語を使うユーザー及び、ベトナム国内のユーザーにとって扱いやすい独自機能を搭載している。その主なものとして、ベトナム語の自動入力の補助や、自動スペルチェック、英語、ベトナム語翻訳、動画サイトでのダウンロード機能、高速ダウンロード、プロバイダーなどによるアクセス調整に強いこと。 広告プラットフォームとしての有用性が挙げられる。また、同じくクロミウムをベースに開発されたクロームと共通した機能がある。モスクワ大学の卒業生である3人のベトナム人プログラマーによって作成された。ありがとうございます。